ドゥドゥドゥバドゥドゥドゥバドゥドゥドゥバドゥドゥバドゥドゥドゥバドゥポポポポピョ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 ポポポポピョンピョ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 ンピョンピョピョンピョンウウウワワワワルンルンルルンルルルルルルンルンルンルルンルルルルルルンルンルンルルンルルルルルルンルンルンルルンルル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 ン。はい、こんばんは。今日は絵を完成させて朝までゲームをします。その予定です。本当に完成するんか。するでしょ。だってもうこんなに書いてるんだよ。こんなに書いてて完成しない方がおかしいとは思いませんか。僕は思いますけどね。ははははははゲームやりてえし、ゲームやんねえといけねえからよ俺は。なぜならゲーム実況者だから。本業、副業でやっぱりね、ファンボックスなどでエロ漫画を描いて大儲けしているっていう体にしませんか。そういう未来をやっぱり声に出して言霊にしていくことによって未来は変わっていくと。言霊の力ってのは大きいから、よろしくお願いします。やります。てかさ、俺も他の絵も描きてんのよ。でもさ、今描いてる絵を今描いてる絵をさ無視してさ、新しい絵を描き出すのもさ、なんか違うなと思って。だってそしたらこの絵一生完成しなくねって思ったんだよね。だからサクッと終わらせてね、やりましょうパルワールド。もうみんなが飽きてる頃にね、もう誰もパルワールドやってません。インターネット飽きてるというか、もうやることがなくなったらしいです、世間のパルは。俺はまだこれから。俺、噂によると俺のパルワールドはもうジョのジョの口らしい。何も進んでないらしい。まあまだね、あの近くの拠点から動いてないからね。パル運営も他のゲームやれって言ってるのに、俺はパルワールドをやります。今がチャンスでしょ。みんながパルワールドに飽きてってか、他の配信者がパルワールドをやっていない中で俺だけがやれば、パルワールド需要を俺だけが独り占めできるという、そういうね、考えで。で、あの、支持中を誘い込めるじゃん。パルワールドの。パル中を。全部教えてもらおう。支持中求む。全部無視できた。支持中なんて。支持されようがさ、あ、そっか。読み上げつけないといけねえんだ。読み上げ、読み上げを。読み上げ、読み上げを。バグアサも全部教えるわ。あり。あるの？裏世界行ける？もしかしてパルワールドの。パルワールドの端っこでしゃがみジャンプを繰り返せば裏世界に行けるっていう噂？あの噂本当なのか検証してみた。俺も検証系 YouTuber だからね。だって。マジ信じられないぐらい寝たわ。今日。朝一回さ、6時ぐらいに起きたんだけど、また寝て、さっき起きた。まあ、さっきって言っても、ちなみに行けます。やっぱりね。さっきって言っても、7時ぐらいだけど。で、買い物行ってきてご飯食べて、準備は万端。もう元気、元気。元気100倍。圧倒的な元気さで。ああ、もうでも、液タブがさ、おいしそう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 。液タブがさ、あれなのよね。なんか調子悪いのよね。ほう、もう今ね、もうみんな見せたい、俺の液タブが。すぐね、画面が切れる。どこを書けばいいの、俺は。でも、書くと言っても。ところで、アイマス新ブランド見た？なんか、トレンドに上がってるのは見た。アイマス学園みたいなやつでしょ。あれが新ブランドなの？それとはまた別？ねえ。もう超液タブの接触が悪い。買ってよ、俺に液タブを。見たい、見せたい。ま、俺がじゃあ、液タブの接触が悪くなったら、はい、液タブの画面が消えたら、はいっていうね。今すでに5回ぐらいになってます。今の一瞬で。
でもこうやってなった瞬間ならなくなるんだろうな。そういうもんなんだよな。カメラつけて。世の中って。世の中って結局そういうものなの。カメラはつけません。残念ながらね。めんどくさいので。俺のせいか知らんけど、デレ撮影とか言われてる。デレサービス終了とか言われてる。へぇ。どういうこと？なんで？指長くね？人差し指。死ぬほど。短くしよう。そこにつながりはあるの？アイマス学園が出ることで、デレマスが、デレステがサービス終了する。つながるの？ゲームじゃなくて救命用具らしいぞ。救命用具？どういうこと？デレマスが？これ俺さ、肌の色は、肌の色として塗ってるのかな？レイヤーが多い。レイヤーが多いよ。学マス？救命同意？どういうこと？何を言ってんの？難しいね。まあ、でも新しいアイドルマスターがまだ生きてるのであれば、アイドルマスターが死ななければ、俺たちも死なないからね。俺たちはしぶといから。でもどうなんだろう。商標登録のジョンルの救命用具だった。へえ。じゃあなんかグッズとしてってこと？商標登録が何なのかよく分かってねえからな。まず商標登録することによって何が起きるのかをよく分かってない。そのものが売られる、商標として売られるってことでしょ。商標登録っていうぐらいなんだから。商品として出るってことでしょ。なんかシャロー聞くか。今日も京都で力借りるか、シャローに。で、シャローからあのシャローに似てる動画が流れると。シャニソンの商標登録は発表の1年前ぐらいだったかな。あ、でも1年ぐらい前にしなきゃいけないんだね。シャローの今日は何にしようかな。これかな。でかい、でかい気がする。今日はシャローのパレードとともにお届け。あんま聞いたことないかも。こっちの間延びが気になるんだけど、これ画面でかくしちゃう。いや、まあいいや、気になるとか言ってらんねえわ。そんなことじゃねえ、今俺がやるべきことは。テクニカルなシャローです。テクニカルシャロー。シャローっぽくねえが。シャローもね、いろんなシャローがいるから、この世には。なんかアンテっぽいな。あまたのシャローの中の1シャローでしかない、これは。これはスカートのレイヤーはどこ？スカートってレイヤーがあった。エラ、ちゃんとスカートっていうレイヤーを作ってるんだな、三つを。もうサクッと終わらせるわ、みんな。マジもうこの絵は俺の妥協の塊にしますでもこういう絵が伸びたりするんだよな、案外。もう飽きちゃった。なんてかって言ったら、この絵を描くのに飽きちゃった、普通に。ウェブ P、 え俺ひななの画像ってどうやって、これか。え、ウェブ P が2枚あるんだけど、デスクトップに。あれ、俺あのひななの画像どうやって出してたの。ウェブ P、 いつも飽きてるじゃねえか。ウェブ P しかない。いやだからね、やっぱ1日で描き上げなきゃダメだわ。誰誰誰誰やってるとダメ。え、ウェブ P しかないんだけど、なんで？
俺このひなの画像出してたよね、この間ここに。親切な人に教えてもらったのに。あれどうしたっけ、忘れちゃった、もう教えてもらってたの。なんか WebP がどうしたみたいなあったよね。 WebP はこうしたこうしたらこうですよみたいな話あったよね。あれ忘れちゃった、みんな。俺バカだからわかんねえけどよ、 WebP はどうしようもねえんじゃねえか。これか、これじゃないよね絶対。親切な人いますか。これじゃないもん絶対。しかもなんかこのひなのの画像隣にエロ画像が保存されてた。危ねえ、今ドラッグしてここにエロ画像出そうだった。エロ漫画の1ページが保存されてた、怖すぎ。なんでデスクトップに置いて、いつもそういう画像デスクトップに置くよね。デスクトップに置いてあるひななは WebP しかないんだけど、しかもなぜか WebP が2個保存してある。それも一強か。俺出してたよねここに。ウェブプのままできたでしょ。ウェブ P のままできた。あ、なんかコピーするみたいなあったわ。どうやってんだっけな。そうだ、思い出した。コピーして貼り付けみたいな。あ、いたっていうか普通に闇に飲まれてるけど、闇に飲まれてるけどいたわ。バニートキもいるわ。しかもうわー、この太もも描きたかったな。でもいいや、めんどくせえし。なぜかって言ったらめんどくせえから。あれ俺の絵は？あった。結局めんどくさいが全てなんだよね、勝っちゃうんだよね全てに。やっぱり上手くなることが全てじゃないから、楽しくやらないと。何よりもちろん上手くなりたいという気持ちはありますが、それ以上に楽しくなかったら楽しくないじゃん。趣味なんだからね、楽しくありたい。そのためには、ただここの輪っかがさすがに適当すぎる気がします。皆さんどう思いますか。まあ、そのあたりは気にしない方向 で気になっちゃうんだよな。一回そうなっちゃうと気になってしまうという。そんな輪っか誰も見てないよ。アルベドの教えはどうしたんだよ。輪っかもちゃんとやれっていう。アルベドだっけアルベドだった気がする。アルベド？F10 やりてえな。もう全部忘れちゃったから、もう一回初見で楽しめるかもしれない。みんな俺禁じられた機械を使ってんじゃねえか。教えはどうしたんだよ、全部忘れちゃった。もうすごいスピード、記憶からなくなるまでが。最近のこと一つも覚えてません。10のにやれ。10-2なんか違うんでしょ、ゲームが。でもティーダは帰ってくるの。ちなみに10-2ではそこだよね。まず問題は、やったらわかる。ちゃんとわかんの？10-2でちゃんと終わってんの？あれはストーリーは、 FF10 の物語は、始めたティータが始めた物語はちゃんと終わってんの？クリアしてないからわかんないそういうゲームなんだ。学園アイドルマスター、バンダイナムコが学園アイドルマスター、ザ・アイドルマスター学園、学園アイマス、学マスを商標出願だって。つまりスクールアイドルマスターってこと。なるほどね。
学ね。スク学はただの学園学園だ。ほんとだ。機械器具ほか救命用具。なんで救命用具間違えたのかな。お茶目なのかな。え、これさ、救命用具でさ出願したってことはさ、救命用具以外では使えるってこと？あくまでバンダイナムコが出願したのは救命用具だよってこと？そんなことはない、さすがに。救命用具以外もさすがに使える。アイマスは俺らにとっての救命用具だろ。あ、なるほど、確かに。俺もアイマスのライブがあるまでは死ねないなって思ってるしね、毎回。次のアイマスライブまでは死ねないと思ってるから。いいこと言うじゃん。バンダイナムコも分かってきたね。アイマスがある限り死ねない人間がいるということに気づき始めたようですね。クイ。タンが絡んでます、おじさんなので助けてください。コーラ飲みますね。今日はペプシですけどね。なんかもうリークで信号機の画像漏れてるらしい。え、もう何、そこまで来てんの。コーラじゃないの、あのポケモンの新作とかが出るときに、 iPhone とかさ、ポケモンの新作が出るときに出てくるコーラじゃないの。よくあるじゃん。もう新作なのバレてるのか。まあ一応、新しいアイドルマスターやるとは。めっちゃ細かい設定資料あるぞ。え、なんで漏れるのそれが。ゆるゆる？もしかして公式が悪いやつがいるんだろうな、きっと。ジョ本部に、それかハッカー、天才ハッカーが。もともと中国向けアイマスだったらしい。へえ。天才ハッカーがいるわけじゃなくて。かわいいね、チューしたい。おか、見てとかさ開け、すぐに1年分売れてたらしい。ニケとか。やめたバンナム社員を名乗る人がビリビリに動画上げてる。やば。ニケとかサービス開始すぐに1年分漏れてた。へえ、まあやっぱりそれぐらい先まで作るんだ、前もって。まあバンダムもやっぱ世界的企業だから、いろんな人がいるってことか。いろんな国が絡んでるってことだもん。それでバレてるってこと？恐ろしいな。教えはどうしたんだよ、教えは。アルベドの。てか、日本の？アルベドではなく、日本の教えはないものとされていると。つまり今それにハマるの高くない？いや、思い出したから。やっぱ俺語彙が、ね、少ねえから。デレステは2025年で畳むっぽいぞ。え、もうそこまで出てんの？うわ、見てー、そんな見てーけど、やっぱ一応なんか法に触れそうだから、ま、見ないけど。そんな見て、本当かどうかは定かで。まあでもクオリティ高い偽物の資料を作る人もいくらでもいるからね、この世には。リークは扱いむずい。そうだよね、その見たって言っていいものかみたいなところもあるしね、多分ね。見たとしても、しかも一応さ配信してるからさ、俺ネットリテラシーだけはあると思ってるのね、自分で。シャニソンがバズった世界線の計画だから現状どうなのかは分からん。イカ略。一応ネットリテラシーだけはあると思ってるからさ、そのあたりの扱いは
慎重にな。コメントで仕方なく知っちゃったら仕方ないけどね。それはもう見てなくても俺が仕方なくね、コメントで流れてきちゃったからしょうがないじゃんそれは。でもそういうのがあるんだ。配信に載せたら拡散したことになっちゃうからな。そういうのがあるんだな。なんか終わったら終わったって寂しいだろうな、デレステも。でも終わるんだったら終わるまでやりたいな、ちゃんと。まあ、やってねえけど今もちゃんとは。ここキモいな、なんか変。そうじゃねえよな。まあ、一回変とか気にしない方がいいや。変でもいいや。変でもいいじゃない。そう思うことにしよう。終わるっての聞いて課金しないわって人もいるしな。あー確かにね、確かにそうだわ。あんまり大きい声で言えねえな。本当だろうが嘘だろうが。嘘だったらそれこそね、なんかあれになっちゃいそうじゃない、その拡散した人は名誉毀損というか損害なんていうのなっちゃいそうだよな。大丈夫なのかな、動画上げた人は。まあ、そんなやつの、まあ、元より内部情報を暴露してるやつの心配なんかしても意味ねえか。ウマ娘のリークした人は捕まってたよ。へえそうなんだ。まあそりゃそうだよな、犯罪みたいなもんだからな、みたいなっていうか犯罪だからな。だからそれを信じるか信じないかは、まあでもさすがにアイマス、まあ、デレステ、まあ、デレステは終わる可能性もなきにしもあらずか。どうなんだろうね。ガチャキャラリークとか機械損失やばいだろうしな。ねえ、じゃあ今のうちにやめようってなっちゃうしね、まあ、課金しないでいいやってなっちゃうし、難しそうだよ。まあ目の前に、俺は基本的にあの、ね、パチンコやってるとね、そのあたりはね強くなれるよ。目の前にある情報しか信じないっていう。パチンコも激アツ外すから。だから目の前にある情報以外は信じないんだよ。虹色になるまで信じない。目の前で数字が揃うまで信じないんだ。どれだけ熱い演出が来ても外れるときは外れるから。俺たちは強いよ、鍛え上げられてきてる。結果負けるけど、結果負ける虹色見るまで見るためにな。あっぱい。あれシャロー止まんないでよ勝手に。伊藤、あのサッカー選手の伊藤純也選手も2億円の損害買収を今事実無根なことを言われたせいで2億円の損害買収を今かけたらしいよ。そのなんか遊び歩れなかったらアジアカップ優勝してたからな。遊び歩いてるみたいなことを。買収、賠償、損害賠償。俺なんて言った？買収って言った？買収、2億円で買収するってなんだよ。損害賠償、まあ、確かにアジアカップをね途中で、でなんかスポンサーも降りられちゃったらしいからね、その問題で。だから
そのいろんな損失分2億円を。2億円ってやばいよね。一般人が払える値段では、金額ではない。到底。だってなんなら本当に今の生涯年収とか、一応生涯年収って3億円ぐらいって言われてんだっけ、人の一般人の生涯年収、そのうちの3分の2を払わなきゃいけない。先にでっち上げたもん勝ちの風潮終わってるから、とことんやってほ、いかりゃくん。まあね、強いもんね。しかも最近は本当にお互いが合意の上で、なんかラブホテルに行って捕まった人もいたよな、確かな。2人でラブホテルに行って、なんか無理やりやられたみたいな感じで捕まった人も最近ニュースで見た気がする。いやいやって感じだね、本当に。でも脅されたとか言ったらあれできるわけでしょ、ペイできるわけでしょ、後からいくらでも言えるよな。怖いよな、そうなってくると。俺もオフパコしようと思ってんのに、どうしよう。脅されてやりましたって怖かったです。したことないけど。男も不同意で訴えればいい男側がそれのパターン見たいよな、一回。まず男側がそのパターンをさ作ってくんねえと、俺たちはもう何もできねえ。私たちは買わされた。なんかで見たけど、なんだっけ、楽に生きるなら女の方が楽に生きれるみたいな。でも何かを極めるんだったら男の方が楽に生けるみたいな、なんかそんなふわっとした言葉しか覚えてないけど、そんな感じの方があるらしい、ね、もうちょっとなんかまあ、もっとあの平等な感じだった気がする今のは俺の女尊男卑が入ってるあ、違う、逆、男尊女卑が入ってる今のセリフには。でもうちょっともっとなんかね、平等だった。今のは完全に女性がなんか、女は楽だよなのあれが乗ってたわ、気持ちが。絶対もっと平等だった。いきなりフェミになったのかと思ったもっと平等だった気がする。なんだっけ なんかそんな感じの言葉があったんだよな。今のじゃ全然平等じゃないもんな。でどっちを選ぶみたいな、そんな感じのあったような、なかったような。まあ、心のどこかであるんだろうな、俺の中に男尊女卑が。別に男尊ではないけどね、女卑拒否がある。別に男は上げてないけど、女は下げてるかもしれない。心のどこかで。俺やっぱり下げすまれてきたから。シンプルにクズで草。やっぱりね、女性と相対的に男は上がってるじゃん。相対的に上がったらいいの？相対性評価なの？男尊女卑は。見失った。インナーか。俺がね、断否されてきてるから、男として。女性に相手にされない生活を送ってくると心が歪んじゃうの。だからもしかしたら男を下げてる人たちも男に相手にされてこなかった人たちかもしれない俺がそうなように。
やっぱり常に異性に求められていたりする人かはきっとそういう考えにならないかもしれない。どうなんですか、そのあたり。男じゃなくて川口されただけそう、でも俺が否定されたってことは俺の世界では断臂だからしょうがないでしょ。俺の世界の話だからね、これは。俺が否定されたってことは男が否定されたも同じなわけよ、ね、今日もなんかツイッター漫画で見た漫画買っちゃった。さっきもうツイッター漫画で出てくる漫画やめてほしい。全部買っちゃう、出てこないでほしい。世界が広すぎる、漫画家が多すぎる、世の中には。なんでちょろすぎステマに引っかかりすぎ買っちゃったすぐ。面白かった。なんだっけな、タイトルは。うわ、パチンコ屋からクソライン来てる。もう行かないと決めたのに。今月は。ノア先輩は友達っていうね漫画面白かった。職場の先輩が重い女みたいな、で男主人公がその重い女と友達になるお話。なんか日本のトレンドになってたなそれ。あ、本当に。なんかジャンププラスでも今1話読めるみたいな、ヤングジャンプかなんかで連載してる漫画らしい。すぐトレンドとかに俺引っかかるから、ミーハーだからすぐ読んじゃう。やめてほしい。少女漫画っぽい絵だな。おっぱいがでかい、その女の子の。でも男に性欲がない。リアムっぽいな。リアムちゃんっぽいね。性格もリアムちゃんみたいな感じ。なんかすぐリアム。でも男に性欲がない。男に性欲がない漫画あるよな、なんか世の中には。俺が知らないだけで世の男は性欲がないのか、もしかして。やっぱ自分と当てはめちゃいけないかもしれない、この世。みんなどう？ここ入れてな。ここ入れるとでもさせへんか。でも可愛かったよ。男に性欲はないけど可愛かった。絵柄が好み。もっと性欲だけのキモオタが主人公の漫画に入る。ドキドキしてほしいよね、もっとね。女の子がグイグイ来たら。女の子がグイグイ来たらドキドキするのってやっぱり俺たちが弱者男性だから。もしかしたら強い男たちはそんなことないのかな。え、進んでる進んでない。撫でてる絵の表面をずっと俺は。え、なんかここさ色変じゃない？変だよね絶対。え、気のせいか。こういうもの全然進んでないよ、言っとくけど。
あ、2種類あんのこれ影。違うね。え、なんかよくわからない。にょ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 。今バズってる沢村元気って漫画読んだ。ねえ、それ知らない。調べてやるか。仕方ねえから。別に絵描くのが嫌なわけじゃないよ。やっぱコメントにさ、従順でありたいじゃん、配信者なんて。もうコメントありきなんだから。沢室元気、何これ。胸クソだからおすすめしないけど。胸クソかい。俺胸クソ嫌いじゃん。俺は平和が好きだじゃん。平和が。出席番号15番、沢室元気。キモかった。女の子が可愛い。検索してはいけない言葉に乗るレベルらしいよ。うつ漫画なんだ。やだ。じゃあ、読むか一旦。作者がアイマスアイコンなのが複雑。本当はミキちゃんだ。僕は一生アイドルマスターしますって言ってる。ナムコピーらしい。え、雨すごい降ってきてない？外から雨の音がする。うわ、ゲボ吐かれてる。女の子が。またこの曲かい。え、これ俺の専用 BGM。 この曲をさ、いつも配信で流してるからさ、この曲をよく聞くのか。シャローに失礼だからってこの曲を歌ってこの曲をよく聞くのか、それともなんか俺よく聞く気がするんだけど、この曲をインターネットで。それとも俺の配信でよく流れてるだけ。でも再生数多いもん。200万再生されてるから、きっとよく聞く曲なのかもしれない、インターネットで。
なんか可愛いツインテールが出てきた。長いな思ったより長いな。きつすぎて途中で読むのやめた。おかわいそう。何この時間配信中に無言で漫画読むやついる？いねえよな。なんか難しい。あれ？ツイッター漫画の読み方が。進撃の新刊以来あったね。俺進撃の巨人の新刊黙々と読んでた時、ツイッター漫画の読み方が分かんねえ。どうしよう。あ、時が経った？時経ったな。しかも2月14日にあげてる何ページ目？わかんねえ。もう何ページ目か書いてない。うわ
難しい。かわいそう。難しかった。胸クソというよりかわいそう、まあ、かわいそうなのが胸クソか。含みが持たされてたの。登場人物誰にも共感できない。かわいそう。ただただ。まあでも優しすぎるというのも問題なのかもしれませんね。考えさせられる作品なのかもしれない。もしかしたら恋とちゃんも下手したらこうなる。いやーかわいそうだな。そうやって考えるとこの子のこと知らないからあんまり、まあ一言でいいかもし、一言でかわいそうぐらいしか思わないけど、もし恋とちゃんがこうなってたら苦しいかも。優しさは何も生まないのかもしれない。ちゃんと描きますよ絵を。漫画なんか読んでねえで。もう完成じゃない、ほぼ。こんなもんは完成ってことにしませんか、しませんか。ぼかしツールってどれだっけ。あれ、ぼかしツールミュージックだ。日付変わる前にはパル始めてほしい。うん、今日は死ぬほど寝たからね。朝までパルで。パッパルパーパパッパッパルプッパッパパルプー。でももうなくない？やること。あとこの髪の毛の。あたりの線画だな。もうそれで完成じゃない？この輪っかが変っていうことはみんな見逃してくれるもんね。だって俺がこの輪っかをちゃんと描いてない。輪っかとかはさ、基本的に絵師たちはさ、多分あのツールとか使って描くのよ。円形ツールとか。俺はね、もうあげよう。使わないから円形ツールなんて。軟弱なものは拳一つで絵を描くから。円形ツールなんて軟弱なものは使いません。頑固。俺は男気。これがAI 批判してるやつが円形ツール使ってるのダブスタだよな。本当だよな。ダブステップだよな。堂々とフリーハンドで書けよな。どこまでだったら許されるんですか、機械に頼るのは。難しい問題ですよね、そのあたりも。 AI やら何やらの。ひなの毛先無地。それこそ機械に頼るのがダメって言うんだったら難しいよね、マジで。どこまでだったらいいの。
に問題になってきちゃうからね、そのあたりは。じゃあもう全部デジタルで書いてくださいって、アナログで書いてくださいっていう話になっちゃうから、何も頼っちゃいけないんだったら。そんなことができる人間はもう今この令和の時代に少ないだろうから、どこまで物に頼っていいのかは分かりますし、あ、指、そうだ、爪塗ってるっていう噂あったよね。何色かに、青っぽい色に。ドゥ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 、目もうちょっとこだわった方がいいかな。俺なんか前、今までの絵を見てもさ、絵柄が安定してなさすぎるんだけど、どうしたら絵柄って安定するのか教えてほしい。うん、常に進化し続けろ、まあ、っていうことにしとくか一旦。止まらないってことにしとくか、俺の進化は。そう簡単に止まられてもな、困るもん。背景どうする？目もうちょっと凝った方がいいかな。やっぱ目ってさ、一番見るところ顔じゃん。やっぱこの絵の一番見るところどこって言われたら、目もうちょっと凝った方がいい可能性があるよね。凝らなすぎかにやん、もしかしたら。ブルアカに寄せるならシンプルでいい。ブラカって目シンプルだったっけ？わかんねえ、時じゃ。かわいくね？俺の絵。もう一段階ハイライトというか、薄い光欲しいな。こんなもんか。あと線が、あ、ノクチルって、あ、この白、おい、この青いところ書いてない俺。青いところってどれ？これ？これだ。あぶにあぶに。あぶにあぶ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 にあぶあぶあぶに。濃すぎ影が濃すぎる、影が影が影が濃すぎる、ここここすぎる、ここここここすぎる。でもちょっとぐらい濃くないと影絵って気づいてもらえない。ルル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 。むずい、絵のむずいところだよね。書
影をどこまで入れていいか分かりません。私は助けてください、僕を。大胆に入れよう。そんなとこ影つくはずがない、部品っていうやつが出てくる可能性があるからな。やばいやつが現れる可能性もあるから、そういうやつらが現れたら聖剣好きをせざるを得なくなっちまうから、俺たち人間は見えないかな。よし、こんなもんかな。背景どうしようかな。なんか爽やかな感じにしとく？青とかで水色とかにしとく？とりあえずこの辺り雑だな、髪の毛のところ。雑な中にも礼儀ありっていう形にしとかないといけないかな、こういうのは。大体そのね、抜け感むずいよね、雑とそのわざと抜いた手の違い。上手い人がやるとね、手抜きに見えないんだけどね、あぬここわざと抜いてるわってなるんだけど、下手なやつがやるとただ手抜きに見えるんだよね。抜きどころが分かってんだよね、手の抜きどころって言うとちょっとエッチなイメージがあるかもしれないけど、そんなことはなくて、セコい手の抜き方はバレがち。そうだね、理由がある抜け感はねいいんだけど、理由のない抜け感はね許されないから、この世は。厳しいんだよね。でもインターネットとかでそういうのにうるさいやつで大体多分 A そんな上手じゃないから無視しとけ。ああ画面消えました。A 上手くて性格悪いやつっていんのかな、いるかさすがに。なんか A 上手いやつって自信ありがち、下手な人ほど自信ありがち。そう、絵うまいやつってさ、やっぱ努力してるからさ、何かをその一つを続けられる人間って俺はやっぱり少なからず普通のやつより優れてると思うからさ。いるかそういう、世界広いしな。高学歴でも性格悪いやつ山ほどいるのに。あ、本当。アナ雪のステマに加担した人たちは性格悪いでしょ。そりゃ性格悪いのかな、性格悪いになるのかな。
生きていく上で必要なことなんじゃないの。ダニングクルーガー効果とか言うしな。何ダニングクルーガー効果、また出た、知らない効果シリーズ。この世に数多あると言われてる、もう全部の現象に名前がついてるんじゃないかという。ダニングクルーガー効果とは、能力の低い人や経験の浅い人が自分の能力を正しく認識できず自分を過大評価することです。俺じゃん俺じゃんね。ダニングクルーガー効果のゴンゲじゃん俺。じゃあね、10年配信やっててまだ伸びると思ってる。見つかってないだけだって。見つかってないだけだって、勝手に思ってるだけで。自分の能力を正しく認識できてません。違うんだよね、できてないんじゃないんだよ、したくないだけ。実際にはね、本音を言うと、だってさ、それを しちゃったらさ、もうそこでやめなきゃいけなくなっちゃうじゃん。そんなの嫌じゃん、そんなのは嫌だ。忘れないで夢を、こぼさないで涙。知識の深さを知ってから初めて自信を失う。川口は自信がある。そ、イカ略。知識の深さを知ってから初めて自信を失う。川口は自信がある。そういうこと。何、知識の深さを知ったら自信がなくなるの。そのため現実の評価と自己評価にズレが生じている状態になります自分を過大評価すること。なるほどね。そのため現実の評価と自己評価にズレが生じちゃうんだ。思い込みにより非合理的な認識をしてしまう認知バイアス。パチンコ打ちじゃん。俺は勝てる、俺なら勝てる、みんな思ってるからね。ダニングクルーガー効果の他のやつらは負けててキモいけど、俺はかっこいいし勝てるんだよね。完全なるダニングクルーガー効果です。ダニクルと呼んでいただいて差し支えはないのかなと。俺たちのダニクル、まあ、こんなもんでいいか、バレねえだろ。あとはこれぐらいだったら。あ、また真っ暗になりました画面が。液タブのこれなんだろう、 HDMI ケーブルを変えたらいいのかな。認めたくないものだよ、若さ夢の過ちと自分の世間からの評価は。言ってたでしょ、シャア・アズナブルもそういう風に。そういうことなんだよね。認めたらそこで終わってしまうから、俺という存在が。そういう考えない、みんなには。自分が劣っていると。名前つくぐらいだから割とありがちな現象なんだよ。まあ確かにね、ダニング氏とクルーガー氏が見つけたらしいよ。デイビッド・ダニングとジャスティン・クルーガーによって提唱されたらしい。ジャスティン・クルーガー、名前クソかっこよくないいいな、ジャスティン・クルーガー、主人公っぽい。え、でも人々を笑わせ考えさせられた、あ、考えさせた研究に与えられるイグ・ノーベル賞を受賞したらしい。イグ・ノーベル賞ってふざけた賞じゃなかったっけ。ふざけた賞でもないの、イグ・ノーベル賞って。ちゃんとした賞なの。最近日本人も受賞してた。へえ。
大学生を対象に筆記試験を行い、その成績を自己評価してもらうという実験を行ったらしい。これにより成績の悪い人ほど自己評価が高く、成績のいい人ほど自己評価が低いという結果を得ることができましたって。それがダニングクルーガー効果らしい。だバカの方が見栄を張りがち、自分がすごいと思いがちってこと。バカの山、絶望の谷、なんていうんだ、啓蒙の坂、継続の大地ってのがダニングクルーガー効果の曲線にあるらしい。バカの山は少しの経験や知識を得て自信を持っている状態で、絶望の谷、知識の深さを知り自信を失っている状態、啓蒙の坂、成長を感じて自信を持ち始める、継続の大地。川口はバカの山で基本やめる。川口は絶望のバカ状態成熟し適切な自己評価が行える。バカの山がずっとのバカの山を登り続けてる一生、一番最初のなんかダニングクルーガー曲線がこうやってある。でこれがバカの山で、これが絶望の谷で、これが啓蒙の坂で、でこっちが継続の大地らしいんだけど、俺はこれをずっと登ってる、この山を。まだこれぐらい、俺がバカの山の頂に行ってしまったらもうすごいよ。ダニングクルーガー効果曲線 T シャツなっちゃったダニングクルーガー効果曲線 T シャツ出そうかな、売ろうかな。ダニングクルーガーに許可もらったら売れるかな。絵も色子みたいこれが思い込みの段階。新しい知識を得たことで、それが全体の一部に過ぎないにもかかわらず、全てを理解したと思い込んでいる状態。いるよね。でも大体なんかそのなんていうの、批判する人たちってそうだよね。なんかプロというか、あの支持中とかって大体そう。なんかプロ絵師の講座見たとかさ、プロゲーマーの動画見てきたとか、そういうので支持するやついるよね。でここで思い込みだと知る段階だから、ゲーム始めたてでコツ掴んで俺って天才っていう感じ俺じゃん。でここが絶望、思い込みだと知る段階。自分の知識は全体のほんの一部に過ぎず、学ぶことがたくさんあると知り自信を失っている状態。ここまで来れるやつがもう一握りだよね多分ね。でその奥に来たら成長、学ぶことで成長を実感し、少しだけ前に進めたと自信を取り戻している状態。でここがもう、こっから先はもう無尽蔵。さらに学びを進めることで能力が成熟し、自分が得意なこと不得意なことが分かり、正しい自己評価が行えるようになる状態。エスとしてはここ、俺はずっとここだよ。常に俺は自分の絵も上手いと思ってるし。その逆でインポスター症候群もあるらしい。周囲から高い評価を得ているにもかかわらず、運が良かっただけ、周りの人の環境のおかげと自分を過小評価してしまう状態のことをインポスター症候群らしい。自己評価が低いあまり自分が周囲を騙していると感じます。だって大変だね、謙虚なやつな。それ逆に知らんかったわ。謙虚とはまた別だよね。だからこうなってくると本当に、だから自分の自信がない、失礼になってくるからね本当に。それこそ最終的に、それがダニングクルーガー効果。勉強になったかな。今日もまた一つ勉強になった配信だね。配信を見てるだけで勉強ができる配信はここだけ。ダニングクルーガー効果とインポスター症候群を覚えたかな。みんなもダニングクルーガー効果にならないように気をつけよう。俺はダニングクルーガー効果です。俺は最強だと思って、私は最、じゃあ歌も
アドもダニングクルーカー効果ってこと？私は最強って言ってるよ。さあ怖くはない、不安はない、私の夢は、ルルルルルルル、エリオの意見ではない。そうだね、あとは言わされてるだけだから。歌は継続の大地にいるよ。もうそこまで来た。さすが歌だぜ、ちげえや。怖くはない、不安はない、私の夢はみんなの願い、歌歌えば心晴れる、大丈夫よ、私は最高。いい曲だよね、好きなんだ俺あの曲。よし、これでいいか。これ以上いじってても可愛くなる、これ以上可愛くはならないだろう。あとは線画の色を変える作業をしたいんだけど、そんなことはめんどくさいから こいつをコピーして、押して、こうして、あれ、あ、天紫とかだっけ、線紫とかにしてた、あのあれはね。そろそろ完成した、そろそろする。でも俺はそこまで掘ったことはできねえので、え、こんなんでいいんですわ、こんなんでね。であとはこのノクチェルっていうかっこいい文字を書く気合で、気合と根性で。なんかさ、太いペンみたいなのなかったっけ、これだっけ、これだ、これじゃ、これいいか、角度がキモいけど、角度がキモいな。の口、水で黄色に白、俺だけ水ら色ってさ、俺が色弱なのかだからか、それとも世間でも見づらい黄色に白って。これは色弱関係ない。あ、見づらいんだ。よかった。
世間でも見づらいと。明度がどっちも高すぎるだけ。なるほどね。だもうちょい見づらい、見やすいよね。もうちょい下げるか、リボンの紐の色の濃さ。どこ？俺でもこれコピペしなかったっけ、色勝手に俺明るくした？スポイトじゃなかった俺。まあいいか。よし、だいたいできたんちゃいまんねん。あと背景をなんかそれっぽくしてあげればイントちゃうんけ。背景どうしよっか。白背景じゃな、つまんねえもんな。水色にしようっていう話してたっけ確か。爽やかな感じでなんでそんなことするの？でも水色にしちゃうとな。一緒になっちゃうよね。いつもの四角。いつもの四角？安っぽくならない？これ基本的に。ブルルブブブブブブ。親しみやすいっていう。色味が近すぎるかね。何色が似合うんだろう。黄色かな、やっぱり。黄色だと後ろうるさいよね。難しいんだよな絵の背景って。水みたいなエフェクトにしとく？とりあえず。ノクチルのマークをくべ。ノクチルのマークって物語性を付加するんだぞ。そうなんだよね。意味がねえとな。ポテチルの外れの。ポテチルの外れのあれか。ポテチルまだ売ってんのかな。調べよ。おい、脱線させんなよ俺を。あ、まだ売ってるいつまで売ってんのポテチル。ねえ、一生売ってんだけど。10月23日発売だよ。何のために俺は当日の12時に待機したの。見過ぎたんじゃねえのか。このお飯はもうないんだっけ。え、ホムラ飯じゃないの。ポテチルスタートダッシュで売り切れたはずでは。ホムラ飯にます。あ、完売してるホムラ飯。転売しよう普通に。まだ未開封だし。未開封ではねえや、開けたけど。普通に転売しよう。段ボールだけ開けただけだから。
ちゃんと量を理解して作ってるね。5000セット限定発売、え、5000セット売り切れたってこと？すごいな。え、じゃあなんでポテチルは残ってんの？みんなノクチルのこと好きじゃないの？もしかしてだけど。ホムラーメシーのウェイ、なんかエッチだな。ハズレが混ざってるのがマイナスすぎた。まあ確かにそれはあるかも。心が汚れてるだけ俺の。うわー、目いた目いた。これでいいかな。目痛いし、これだったらさ、タイムラインに流れてきたら目引くよね。目痛この絵ってなるよね。背景強すぎて日の長く背景思い浮かばねえ。どうしよう、イラスト背景で検索しよう。イラスト背景キャラクターを引き立てる背景の描き方。うーん、違うな。簡単な、簡単でそれっぽく見えるイラスト講座ない？あれ聞いたことないの。え、さっきの2時間だったのに、え、さっきの曲2時間経って、え、2時間経ったってこと？マジ？え、経ってないよ。なんか勝手に曲が飛ばされた。そんなことある？俺がおっしゃったのかな今。びっくりした。さっきの曲途中から始まってたの、そういや。あ、そういうこと？途中から始まってたの？これを俺の配信のメイン BGM にさせてもらいます。レオさんが作った休日の一人勉強会。リスナーに作ってもらったやつどうすんだよ確かに、あれは結構元気だからさ。あぶねえ、コーヒーの、コーヒーじゃねえ、コーラこぼすとこだった。こえーこへー。でもなんか青っぽい色使いてえなー。濃さを変えるか、青の。濃いなー。ノクチルって言ったらね、曲名にちなんで青空。あれ曲名なんて曲名だったっけ。川口ってコーヒーなんか飲めるの？コーヒー飲めない。でも最近パチンコ打つときレインボーマウンテン飲んでるこの間一回レインボーマウン、朝なんかパチンコ屋の前の自販機でレインボーマウンテン買ったときに調子良かったから願掛けでレインボーマウンテン買っていってる最近。パチンコで虹色が当たりだから。美味しいの？美味しくはない。おしっこがバカみたい。おしっこが信じられないぐらいコーヒーの匂いする。マジですごくない？コーヒーってさ、おし飲んだその瞬間からおしっこがコーヒーの匂いするんだけど、あれ何なの？おしっこ嗅ぐの？え、普通にさ、こうタチション機でさ、おしっこした時にさ、めっちゃコーヒーの匂いするもん。あれ俺だけ？世間のコーヒー飲んでるやつはみんなそうなの？プロデューサーさん、こちらが今日のログインボーナスです。やばくね。
やばいの？コーヒー飲みながら小便してくれ。やばいの？もしかして俺そう、やばい体？信じられないぐらいコーヒーおしっこの匂いするんだけど。おしっこコーヒーの匂いで検索しようか。おしっこコーヒーの匂い。あるわ。心配無用です。よかった。専門医が推察。心配無用です。あぶねえ。でもなんかページが見れない。基本的にはシンプルでコーヒーを排尿してるからだと思います。だって一般に私たちが飲んで体内に吸収できるコーヒーの量は限られています。なので吸収できない残りのコーヒーやその他の余分な水分は尿中に分泌されるというわけです。え、じゃあ何、俺信じられないぐらい体がコーヒー受け付けてないってこと？もしかして。無駄ってことじゃん。全部出てる？もしかして。だってその日中にコーヒーの匂いするもん。コーヒー飲んで一番最初のおしっこでコーヒーの匂いするもん。ってことは俺体がコーヒーを全部弾いてるってこと？川口のおしっこからもういっぱいコーヒー作る。ね、あのうんこからコーヒー豆出す猫みたいな感じで、俺もおしっこからコーヒー出せるかもしれない。もしかしたら高級コーヒーになるかもしれない。その可能性はある。みんなコーヒー飲む人はしてんのかな、おしっこの匂い。俺だけなのかな。チア1、もうチア1センキュー。おしっこのコーヒーの匂いするってこと？つまり感じたことないな。マジか、信じられないぐらいコーヒーの匂いするよ。コーヒー飲んだ後のおしっこ、マジでナイチア、信じられないおしっこに匂いする、マジで。あれはじゃあ俺のボケなのかな、もしかしたらそういう体なのかもしれない。プロデューサーは雨の日でもちゃんとしてるね。え、すげえ、雨のセリフとかあんの。シャニマス無駄に凝ってんな、その雪の日とかのセリフとか。あ、そっか、青空か。無駄とか言うな。無駄ではないな、すごいな、シンプルに口が悪いってこういうことなのかもしれないな。もしかしたらなんか意図せずそういう言葉を吐いてしまう。なんとかなりそう。これが口が悪いってことなのかもしれない。いや、小糸ちゃん可愛いよね、これパーカーをさ。あれ、間違えた、小糸ちゃんが2人になっちゃう。これ誰だった、窓かか。小糸ちゃんセーラー服みたいにパーカー着てて可愛い。なんかいける気がする。ね、俺と同じ考えだ、ひなな。なんかいける気がする、常に思ってる。俺もなんかいける気がするって。曲を聴いてインスピレーション沸かせよう。やっぱさ、こうやって見るとさ、あの
ブルーミーエフェクトうるせえよな。なんであんなうるさかったんだろう。頑張りすぎちゃった、引き算ができなくなっちゃった。でもブルームのツッペのコメントランゼスタンだったぞ。マジ俺と同じ感想の人いなかったの。うるさいっていう。あまりにもうるさいっていう俺と同じ感想の人いなかった。高山も工作の重要性をやっと分かってくれた。俺だけなのかな、やっぱり俺性格が悪いのかな。派手にしとけば大体の人は騙せる。やっぱり俺性格が悪いのかな、もしかしたらそういう風に見ちゃってんのかな。見えた、キラキラ。ひなが背高、足長。どうしようかな。雲とかにしとく。雲だな。水たまりみたいにしとく。もうジャケットパクればよくね。ね。ジャケットパクって水たまりみたいにしとくべ。空はルン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 。雑。一気に雑。雑なんだよな。そこで一気にないとな、良くなくなっちゃう。いいものも悪くなっちゃうもんな。書けないんだもん。だって書けないものをさ、って言われたって難しいですよ。そりゃ URL 省略以下略。あー背景ね。お、ちゃんと WebP じゃねえじゃん、えらい。これじゃあ背景にしようよ。バレるかな。お、僕書きましたけどって顔したらバレないかな。トレスとかじゃない、ちゃんとパクる。ほら、ギリセーフ。ちゃんとパクる。新しくない、ちゃんとパクる絵描き。バレないっしょ。え、俺ですけど書いたの。怒られます、そんな。トレパクより潔い。ちゃんとそのまま使う。トレパクとかじゃない、
そんなあのね軟弱なことはしない、ちゃんとパクる。なんかキラキラとか、あ、三角形とかにしときゃいいんじゃない？三角形ツールみたいなないの？なかったっけ？ないのか三角形ツールは。多角形があるわ。これを多角形を画数決められたりしないの？これ図形、あ、決められる、すごい。これなんでいいっしょ。よし、こんなんでごまかしましょうや。なんかさ、これの画像がさっきどっかにいたけど、ほら、なんかキラキラの三角形飛んでるから、これパクろう。これパクって無色、めんどくさいので、無色の白の三角形を散らすと。原作準拠、そういうこと。それか、こう、どっちがいい？2パターンあります。こっちの方がいいな。こっちの方がいい。だったらもうちょっとレイヤーの、ニニ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 ニ、あれ逆か。こんな感じでどうでしたろうか。ほな、でなんかね、縦長がかっこいいらしい。今のトレンドはキャンバスサイズがちょっと縦長のがかっこいいらしいから、ここをこうやって切り取っちゃう。なぜなら右側間延びしてるから。これがかっこいいらしい最近は。合ってるか知らねえけど、やっぱ流行りに乗ってかねえとよ。よくわからんけどかっこいい。なんかね、縦長がかっこいいらしいよ。これもよくわかんないけど、なんでかは。やべ、書いてるのがバレる。もうちょっとでかくしようか。レイヤーを複製。かわいい。うわー、これぐらいのがかわいい気がする。でも書いてないからごまかしが効かない。やっぱ書いてないせいでごまかしが効かない。これぐらいのがかわいい気がする。
描いてない俺が悪いんだけど。描くか。嫌だ。できる限り描きたくない。でもあんまりさ、でかくしちゃうとさ、うわ消えちゃった。でかくしちゃうとさ、画質悪くなっちゃうんだよね。そうならないためにも。うわーこれのが可愛い気がする。いやまあ変わんねえか、わかんねえか、みんなバカだもんね。無理やりでかくした感すごい。いやこれでいっか、信じよう自分を、初期の自分を信じて。切れてるとこに三角形置いてごまかせ手前にもあるよって、うまいかも。天才がいるわ。でめんどくさいからもうこれでいい。あなたにサインとか、ここの抜けてるところがいいわけよ。逆にね、ここやっぱりどっしりしちゃうから、あんまりこういう隙間があることによってこの絵の軽やかさみたいなものが見えてくるということにしてくれませんか世間。俺サイン新しいの考えたいんだけど、どうにかしてくんない？サイン考える天才いない？なんかもっとサインってさ、かっこよくない？なんかウロボロス感出したいよな。つなげる？やっぱり AI に聞いてみよう。ウロボロス感出すために。AI ってそういうの考えられるの？見えてない。あ、そっか、邪魔だわおいてめえ、人の絵の邪魔しやがって。俺がいくら好きなコンテンツだからってな、全部甘いと思ったら大間違いだぞ。サインとかな、どうやって考えるんだろうね。かっこいいサインとか、もっとなんかこういうのするか安定性ゼロでもなんかあるよね、こういうちょろちょろちょろみたいな。こうしようかな。筆記体かけるの？かけない。あるじゃん、なんかふざけたサインえ、これふざけてないのってサインあるよね、たまにね。これ真面目にやってこれみたいな、大スターのサインとかあるよね。でもなんかやっぱ文言って大切らしい、あげる時の。俺文言いつもキモいじゃん、ダメらしい。紛れさしとくか、こうやって。それで変わるらしい、印象って。あ、口の周り。あ、そっか。やっちった。口黒のままだ。線が。まあ、いっか。あれねえだろ。なんで描けないのこれ。あ、そういうことか。いや、バレるかな、変なやつに言われるかな。え、これ白のペンってこんなに色薄い？もう合体さ、え、でも合体させても意味ないかも。あ、変えてねえ。じゃあいけるわ、セーフ。あ、そうだ、天才。俺髪の毛のハイライトの塗り忘れてた。えらい、よく気づいた。この白髪
白髪描くの好きなんよ俺、髪の毛の。白髪のバランスがむずい、描きすぎると、描きすぎると白髪みたいに見えちゃうから。ひななさん白髪多くないですかって、貴公の描くひななさん白髪多くないですかって言われちゃうから、気持ち悪いやつに。ガーデンギャラクシー現象の人間に名前忘れちゃったけどもう忘れちゃった、なんだっけなんだっけ、ジャスティン・クルーガーみたいなジャスティン・クルーガー現象みたいな。ガーデン・ギャラクシー怖すぎるなんだっけのやつらに言われちまうからな。なんでそんなに白があるんですか。このね、白髪嫌いな人多いらしい。俺は描いちゃうけど、この白髪サラサラ感すげえ、ま、出ると思ってるから俺は。ひなのがストレスやばいみたいに見えるのかな。うん、なんか嫌いな人は嫌いらしい、この白髪システム。俺は髪の毛がサラサラに見えるから好きなんだけど、そういうわけにもいかねえ。見て世の中は、え、何、あ、線が紫にする。いやーすごいでもこんな色じゃなかったっけ、トキ。さすがにこんな色じゃないか、もうちょい濃い。ここだけ紫で、こんな色だよね、トキね。あ、ちょ、ブルー赤っぽいかも。ちょっと待って、やってみよう。髪の毛は何色？肌は紫。でもこの子は全部紫にしてみる。うわ、なんかすごい次世代っぽくない？めっちゃ。髪の毛は違うか、さすがに。髪の毛はさすがに違う。なんかいいな、こういうことするんだよ世の絵描きたちは。一気におしゃれになった、えらいよね。こういうパーツごとに色分けとかするの、俺普段してない。めんどくさいからしないパーツごとの色分け、そんな感じだもんね。だってね、髪の毛がこう髪の毛の薄い色で、この河原田周りは紫なんだもんね。
大変な作業ですよ。金玉買い助けてほしい。風呂いつ入った？風呂昨日？同じタイミングで書いてたわ。やっぱりな、金玉のシンクロニシティ、金玉ガキのシンクロニシティってあるらしいからね。あの常に金玉って書かれてるらしい。で映るらしい、人に金玉の回さは。だから世間で誰も金玉、世の中で金玉を書いてない時間はないらしい、一度も。性病みたいあくびと一緒、あくびも常に誰かに映り続けるんだって。で常にあくび誰かがし続けてるらしいから、それと同じで金玉もそうらしい。誰かが常に金玉を描いてるらしい。金玉描いてるところ見ると痒くなるらしい痒いもんな金玉な、基本的には。もうちょい濃い方がいいかな、髪の毛。進むんだ。薄すぎ。サビ連打割りときつい。マジ？いいじゃん。これ流しながらさ MV 流せねえのがマジポンコツなんだよね。あと MV 見るときはさ、これみんな、俺社にそんに言いたいことがあるんだけど、 MV 見るときはここに MV オリジナルのボタン欲しい。 あったわごめん、俺がバカだったすまん、あった、真横に、目の前にあったわ。なんでもない、俺が今まで気づいてないだけだったわ。あった、ちゃんと、ごめんなさい。クレーマー気づきました今、よかった、気づいて。自分で気づけるんだから優秀だよね。ちゃんと自分で気がつけるんだから優秀。浮かれことあった。あれ触れる、なんでアップデートされた。まあ、できたってことでいいか。どうこれ、変じゃない？紫にしたけど、みんなも分かんねえか一番多分鉱山やるじゃん、一番絵描いてんの俺だもんな、最低でも多分今のところ。みんなに聞いても分かんねえよな。でもやっぱそういうさ、絵描いてない人間が見た時に変じゃないかどうかが大切だからな。素人が見たときに変じゃないかどうかって一番大切な意見な気がするから、それをちょっと。アニメ版のブルアカみたいな色合いしてる。あ、本当に？じゃあ成功してる。ルン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 。この曲いいよね。早くライブで聴きたい。あ、やってたっけ？やってた気がする。一つも覚えてない。この世のこと。右側の腕はどうなってるの？消えた、飲まれた、闇に。やってねえよ。やってないっけ？あれ？やってないっけ？なんかやってなかった？成功してるね、じゃあ。もう一個の方、あ、この曲はやってないわ、違うわ。これはシャニソン専用曲か。そうだ、これシャニソンの曲だ。やってんのはこれじゃねえや。
あれだ、あ、これそっか、シャニソン専用曲だこれ。勘違いした俺、あれとあの花ちゃんのやつと。なんかここ上にさあれがあるみたいだな。最速で再来週聞ける。確かにね、ここになんか一本帯があるみたいじゃない。もうちょっとお前を上にしよう。お前ももうちょっとだけ上にしよう。え、お前をもうちょっと回転させよう。キモいスペースになってた。右端のでっかい三角の隙間が気になる。ここね、わかる、キモいよね、ここキモいよね。じゃあお前を埋めよう。こうすればいいんだ。 OK、 あのもうねいじれないんでそれに関してはもう右に押し込むしかなかった。よし完成。うん、いい感じじゃない？いいかわかんないけど多分いいと思う。これにこれを完璧乗せたら、あ、これかも。これでこうじゃない？わかんねえ、指揮者だからわかんねえ問題は、問題があるとすれば指揮者だからわかんないってこと。仕方ないにゃ。そういうものにゃ。わかんないときはわかんないにゃ。え、なんか足から血の塊が取れたんだけど、怖っ。かまいたちにやられた、妖怪の。いつまに体が切れてることあるよね。あれはきっとかまいたちのせいです。で、俺のサインもしれっと入ってると。ここ雑だな。なんかここ色キモくない？やば。なんで？どういうこと？ああ。あ、なるほど。おめえか。え、にしても変じゃない？おいす、おいす、おいすの正解、おいすの正解、おいすの正解。またサビ連打きついとかいうわがまま言われちまう。おいす、おいす、おいすの正解。完成した。よし、アップロードするね。保存して。このスタンプを他のところでも打てると思うと震えるできるんだっけ、人の配信に。引きで見ると透明感すごいな。人の配信にできるんだっけスタンプって。画像を統合して書き出し、透明感なのか見づらいのかどっちかだよね。難しい。透明感って失敗したら見づらいだからね。いくらでも荒らせる。全体的に。え、なんか画像めっちゃちっちゃいんだけど俺。すげえちっちゃい画像で作ってる気がする。絵描いちゃった。久しぶりに絵描いたせいで。
めちゃめちゃ画像ちっちゃい。俺絵描くの下手かも。すげえちっちゃい画像で絵描いちゃった。まあいっか。ゲニウェイリスナーから特有のスタンプ来てなかった？ゲニウェイリスナーから特有のスタンプ、え、来てた？覚えてね。そのスタンプかわいいよね。その変な恐竜がうろたえてるスタンプ。それ連投、あのなんか音楽流れてる時それ連投してる配信とかあるじゃん。あれかわいくない？クソちっちゃいんだけどこれ。え、うわー画質あれ。クソ荒い画質で絵描いちゃった。みんな気づかなかった俺自分で。まあいっか。何それ、誰のスタンプ？プンおこ。あ、誰かのじゃないんだ。 AI で高画質化すべ。誰かのやつとかじゃないんだ。 AI で高画質化。AI だと、それでさ、高画質化したやつ、俺、AI イラストだと思われない。誰かのやつってわけじゃないんだ、それは。いいね、それパクってさ、そのプンオコのパクってなんか、キラちゃんみたいなやつ。それ誰？ボブ？あ、ボブじゃん、本当の。え、すごい。ピグモンだっけ？なんだっけ？パイモンだ。ピグモンはちげえや。ピグモンはただの宇宙怪獣だ。パイモンね。ちょっと薄いかな、薄すぎたかも色味。いっか、たまには薄い色も大切ってことで。あ、それも可愛いよね、パクパクしてるやつ好き。そういうのに普通に打てんの。打てるんだ。え、ポケモンとかあるよ。何これ、すごい。ルカリオとかあるよ。あ、なんか見て、俺なんか自分のサブスクバッジついてる、俺のコメント。何これ、なんで誰もつけついてないの、このこのサブスクバッジ。みんななんでついてないの、このキラキラのタコ。18ヶ月のサブスクバッジついてる、金の金保留。サブスクしてないからどこでつけるの、わかんない、どうやってつくんだろうね。気づいてしまったか。俺ついてるわこれ。6ヶ月間サブスクると金保留になります、俺のタコが。いいだろ、なんていう文言にしようかな。かわいいね。 1ST のやつが優先されてるっぽいからね。あ、そうなんだ。あ、まだ10人いないから、このファースト、このなんだっけ、選ばれし10人にだけ選ばれ、あの送られるこのなんかバッジみたいなのあるらしいんだよね。最初の10人だけ、サブスクをした最初の10人だけこのなんかファーストっていうのつくんだよね。これついてる人は1ST 不名誉でしかないから色。え、外せないのそれ。いいよ、だから俺が頑張ったらそれを名誉にしてやるよ。じゃあ今は不名誉かもしれないけど。青空のひなな、ひななってひななで検索して出てこないんだよね。かわいいよね、かわいいよね。でいいかな、ひなな、青空のひなな、かわいいよね。いいか、めんどくせえから、もう何でもいいや別に。今さが足らない。シャニマス市川ひなな、そこで面倒がりな重要だぞ。まあそれそ普通面倒らしいね。文言大切らしいね。でも俺シチュエーションの絵じゃないからな、別に。なんかシチュエーションの絵だとさ、そのなんかこれよかったらてんてんって、なんか例えばさ、あのバレンタインとかでチョコ渡してるとかあったら、それのさセリフ、そのイラストに対するセリフとか、これよかったら、てんてんてんみたいなさ、あったりするけど。俺別にシチュエーションのイラストじゃねえからな。
青空のひななかわいいよにしとこう。はい、ポスト。よーし、解き放たれたわ。もっと細長くてよかったかな。なんか細長いイラストでもっと細長いかも。投稿しちゃった。おじさん、ごめん。おじさん、もっとあれか、細長いか、細長いイラストって。あー、足りないわ、細長さが。もっと多分細長いわ。ミスった。消そうかな。可愛いように感情が乗ってない。乗ってない。やっぱ顔文字とか、あー、泣きの泣いてる顔文字とかつけるべきだった。一回消す。もっと細長いわ多分。これぐらい。これ以上細くしたら腕両方なくなる。これぐらい、これぐらい細い。流行りの細長さは多分。全身こかないと成立しないだろ。なのかな。なんか中途半端に細長いだけになっちゃったわ俺これ。よし、オッケー。まあ、あげられたっちゅうことで、よしとしましょう。今年初イラストです。おつ。ありがとう。よし、遊ぶぞ。でもさっき寝てたら急に電話、の時間、電話かかってきてさ、また、あさってぐらいまでにやらなきゃいけない仕事が増えちゃったんだよね。大変申し訳ないんですけど、大変申し訳ないと思ってくれてるから許す。よし、遊ぶぞパル。思ってるなら給与50倍にしてくれよな。本当だよな。でもさ、あの俺が決めてんだけど、その値段どこまで行っていいか分かんないんだよね。いつも全部そのまま通るのよ、俺が決めてる値段が。だからこっそりもうちょい上げてもいいのかなと思ってるんだけど、いつも何のあれもなしに通るから。次50億で修正なしに通るから、もしかしたら通るかも。もっと上げても、どこまで攻めていいのか分かってない。よし、日本の GDP 要求してみて。日本の GDP ってちょっと薄いかな、色なんか薄い気もしてきた。ちょろいと思われてるかもしれん。え、こんな安くていいのってなってるかな。薄くしたんじゃなかったの。いや、薄くしたんだけど、薄すぎたかも。日本の GDP は、現在、54兆円、あ、546兆円。だって、行くか。じゃあ、一旦。546兆円。この絵が、いっぱいいいねもらえれば、俺のイラストを描く。GDP が川口のおかげで2倍になる。確かに、この絵がいっぱいいいねしてもらえて、俺の絵を描くモチベーション上げたいから頼む。あら、たまどか見た？新窓か見てない。なんの？窓か出たの？エンザ。エンザか。見よう。じゃあ。ルルルルルルルンだ正解、ルルルンだ正解、ルルルンだ正解。ルン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 だ世界。枠変える？明日はこちらがもらえます。このままやる？頑張っていきましょう。枠変えるためには俺10分ぐらい開けなきゃいけないんだけど、これか。
プン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 。お、え、メイド？かわいい。マジ？うわあ、なんかすごい色してる気がする。え、かわいい。うわ、毒？毒持ってるの？もしかして？うんこして飲み物取ってきたら枠変わるんじゃね？毒持ってる？え、いい顔してる。限定の風格ある。え、これ限定？この4コマの恋とがかわいい。あ、かわいいんだ。え、これ新しい衣装じゃない？シャ、窓か。ノクチュルの。うわ、つまみ食いしてる。生えてる。工場なんだ。これ新しい衣装っぽいな、ノクチュル。結構なんか、ゴージャスな。うわ、うわ、うわYou? うわ、え、何？どういうこと？あ、SR？ うわ。え、何これ、花。これ何、花。どういうこと？全部持っていかれた。どういうこと？かわいい。ポン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 。スナイパーライフル。うるさい、ポン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 。SR なんだ。うんうん、かわいい。呆れてるわ。いいよね、冬子の呆れ顔。うん、ポンポン。あ、小糸ちゃんのステップだって。まずグラッドから見ないとね。俺は。需要がある。ずっと呆れててほしい、冬子には。で、俺のちゃん最近の日課としてちゃんとデイリーをやると。グラッドは見たぞ。たしか、え、グラッド見たっけ。みんながプロデューサー。じゃ、覚えてないわ。もう一回見ないと。ひなのステップ、アイドルたちの力。ひなのステップも見てない。ひなのグラッドも見てなくない。俺見たのかな。プロデューサー、ちょっと待って。 P デスクに行けば一目瞭然。ドゥン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 。もうここで一気にね、滑り落とされるから、俺のふるいにかけられる。まずファン感謝祭で。ドゥンドゥン、あれ本当だ、見てる。え、覚えてねえや。じゃあポールガイズみたいだな。あ、そう。コイトちゃんのは練習風景を表に出したくないってやつ。え、コイトちゃんっていつもそうじゃなかった？そういうスタンスじゃなかったっけ？あ、プロデューサーさん、完璧な自分を見せたいみたいな。みんなが、覚えてねー、一つも、一つも、トゥモ、一トゥモ。アイドルの育成は、あ、プロデューサーさん、ひななはリアリティショーでおたこと可能性が生まれる。ああ、なんかあった気がする。それはなんか脳の片隅に置いてる気がキレした気がする。俺、なんだよこいつみたいな。脳の片隅にあるけど覚えてない。オチはエッチだね、このひなな。ひなじゃねえや、まどか。髪型いいね。俺だからいつも言ってんじゃん、これぐらいの髪の長さの女の子のハーフアップが一番可愛いんだから。とりあえず10年だけしとくか、念のため。何これ、エッチすぎない？かわいい。え、かわいい。花、優勝確定あるやつだぞ。優勝確定あるやつ、マジ？うわ、ほんとだ、課金か。これ熱っ、マジ。俺、マドカってどんぐらい持ってる？最近マドカとトールはちょっと手抜くって決めたから、あんまり持ってないっていう。ほら、これなんだ、ウジョウか。あ、ほら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 、限定してるチケも出てるぞ。何のために仕事頑張ってるんだ。パチンコ打つためかな。これ確定行くまでいくらかかる？6000円ぐらいだった気がする。安い、パチンコに比べたら100安い。ほら、もうこんなに持ったよ、もう窓か。すごいよ。あ、でも1枚が今のやつか、多分どっかが安い。無職、やめろ、煽るな人を。
出た。セレチケ最近見俺なんか限定セレチケでひなの買うみたいななかったっけ。あ、今これフリーランスで通るだろ。本当だ、いる俺の持ってないやつ。ノクチール。ちなみにアルストアマナちゃんはアルストは誰も全員持ってる状態。結構古いっぽいな。なんか古そうじゃない。あ、ほら古いわ。あれなんか俺なかったっけ持ってない。ひなな、あれかサポートか。俺なんかノクチルの誰か持ってなかった気がするんだけど、古いやつかな。サポやな。サポか。でもサポにこれいつも課金したくないんだよね俺。サポに課金したくないんだよ。ウジョね。あ、ないわ。しかもまだ結構古めのやつまでしかないね。サポートに課金したくないんだよな。高いじゃんサポートに課金。サポートに課金高いのよね。これ課金するやついんの6000 円とか出せばさ倍ぐらい払ったら確定でもらえるのに、これもらうやつ、これで課金するやついんの。まあこれ欲しい人か、この石。俺みたいにカード1枚だけ持ってたら満足みたいな。とつれる。そうだよね、とつる用だよね。うわーこれ迷うね。チョメダルないかな。ナムバンナムコイン。あ、146コインチョメダルあったわ。少ねえ。あ、違うか、必要コインか。あ、45全然ないわ。45コインしかなかった。146はこの値段だったわ。フェザージュール A の値段だった。俺のチョメダルは45コインしかなかった。全然ダメだ。いやーでもマドカでしょ。マドカはな、マドカ10連だけして出なかったら諦める形だよねやっぱり。1万ジュールしかない。激マドカ入ったな。激おも離れるかもだしな。そう鼻、え今重くなかった鼻かな。鼻、あ鼻じゃない。うわやったチャラ嬉しい。やったお俺の勝ち。勝ち実質無料でこれでさらに、はい、えかわいい。これこんなんでしたっけ。でも逃げて出てないってことは持ってるってことか。かわいい。これであれも出します。マドカも出します。激おもロード。ひなないいね。激おもロード来い。うわひなな2連続。激おもロード来い。頼む。激おも激おも。ああいやまあまあまあ十分十分。成果はあった。かわいい嬉しい。髪型超かわいい。これスカート短すぎるのがちょっとおじさん的には心配だけど、しょうがないな。あんなはしたない格好で人前に出るなんて。まったく。この間のプロデューサーさんは少年って感じ。せっかくだから最近見つけたトップページに置いとくか。とっても美味しいチョコの食べ方なんですけど。あれ最近見つけたとっても美味しいチョコの食べ方なんです。あんな花メムチョメムチョだけしぶとく生き残ってるわ俺の翼プロダクションに。あれ花ってこっちで SSR 出てないっけ。え異分子かわいい髪型こうなってんだ。部外者どう。なんか肩穴開いてる。四角い穴出てるぞ。四角い穴が開いてる。出てるんだっけ。かわいい。髪の毛になんかついちゃってた。しかもこんなところまで切り込みが入ってるよ。ちょっと両脇ピッて引っ張ったらバリ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 って下げちゃうね。心配。変なおじさんに裂かれないか。
かわいい。それガチで空いてるのか。ガチで空いてる。なんか変なバグみたいだよね、穴の開き方が。でもそれ下地あるぞ。下地あんの？嘘。ちょっと感じの中には、あ、本当だ、色尺だから。これも肌に見えてたわ。かもって思ったの。色尺だから普通にここ肌、肌白いし。鼻本当だ。ビッてやっても意味ねえじゃん。どうしようもねえな。おじさんも安心。色弱って得だな。そうなんだよね、色弱って基本的に変にドキドキしちゃう。まあそんな感じで頭喋ってる。ちょ、スカート短いな。髪の毛になんかついちゃってた。なんかこの衣装変な、変だな。あんま衣装可愛くないかも。変えよう。好みじゃないかも。こっちに戻そう。どう？かわいい。かわいい？かわいい。髪型はさっきの衣装かわいいんだけどな。俺のこの一緒にデートに来るのにはこの格好がいいかも。よし、じゃあやりますか。学園アイマス。リークした学園アイマス。でも川口は春樹本命だから。まあそうなんだよね。世界最速実況。世界最速実況やるか。俺が学園アイマスの。学園アイマスって結局何なの。わかんない。なんかあれなんだっけ、商標登録された。バンナムが商標登録したらしい。それ以上でもそれ以下でもない。学園ハンサムみたいなもん。そう、そういうこと。ということで、じゃあ一回配信を切ってパル枠に変更します。みんなも休憩、小休憩。俺も水とか持ってくるから。うんこしてきて。うんこもします。うんこでもさっきしたんだよね。小休憩で川口サバリツで用事あり。でも俺がまずクリアしないといけない。小休憩して、じゃあ何分から？ 35 分？ 30 分でいいか。30分ぐらいから、まあ30分から35分ぐらいから。あれってクリアとかあるの？わかんない。なんかでもやれることがのマックスみたいなのあるんじゃない？からまた始めますので、よかったら遊びに来てください。それじゃあ一旦休憩。